はい、おはようございます。ハガセブンじゃない もう完全に憑依しすぎたの、今。ゴミ袋です。一応ですね、今日で、まあ、一応営業が止まるんですよね。で、理由がコロナによる営業停止でして、まあ、結構これシャレにならないんですよね。まあ、なんでかっていうと、営業停止する期間って今3週間ぐらいを、これからゴールデンウィーク明け予定してるので2、3週間ぐらい経つと思うんですけど、その間にも会社の事務所の家賃料とか、駐車場代とか、まあ、あとはその社員の人件費とかもずっとかかり続ける中で営業が止まるので、まあ普通にどん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 負債が増えていくっていう感じですね。で、僕の知り合いの居酒屋やってる人とかも、駅前とかに事務所とか持ってる人とかは、もう今毎月60万から80万ずつぐらい赤字が増えていってたりとか、まあね、どうしたらいいかちょっとこう困ってる感じですけど、向こう、かわいい。何がかわいいかっていうと、買うかな。到着しました。今日も一日頑張ります。溢れ出るマイナスイオン。ということで、おはようございます。予定より1時間くらい寝ちゃったんだけど、4時間ぐらいでちゃんと起きることができましたと。で、急いで飯食って郵便局に、まあ、梱包し終わってる T シャツ送って、ちょっと買い物行くかな。まあ、ルートがないんで、まあ、今頃のゴミ袋の先輩は、まあ、今12時だからお昼休憩とかしてんのかな。忙しそうなんだ、忙しいんだろうな、きっと。まあいいや。はい、お疲れ様です。12時1時はですね、昼の時間なので、これから昼食に入ります。今日の昼食がですね、こちらです。でん、こだわりカレー。これファミマのこだわりカレーなんですけど、これめちゃくちゃコスパいい。俺あんまりコンビニ食とかあんまり好きじゃなかったんだけど、これだけはめっちゃハマってますね。なんでかというと、これまあ300円でカレーが食べれるってことですね。で、それになんとこれ、ファミチキじゃなくてファミマでまた別途買ったキャベツメンチ、これがめちゃくちゃない。このセット最高すぎる。キャベツメンチこれ100円ぐらい。で、こだわりカレーが300円ぐらいでしょ。400円でこのクオリティですよ。吉牛で言うと、牛丼特盛つゆダクダクぐらいの満足度ある、これ。で、ここに、これ、追いソース。これファミマでおばちゃんに5個いで5個ぐらいもらえるから、交渉次第で。今日は1個だけだったけど。これを、まあ、こんな感じにかけますと、難点はね、これ片手で取ってるからね、手がね、ソースでダクダクになる。きついわ。これを、まあ、こんな感じに一口サイズぐらいにこんな感じで切って、で、まあ、ちょっとカレーにひたひたしてる感じ。こう、まあ、一口ずつ。まあ、これでね、ほぼもう、メンチカツカレーミニみたいな感じ。で、これをこんな感じに食うわけ。これね、めっちゃうまそうやな。さすがに俺、髭剃ろうかな。ご飯の準備が整いました。毎日こんなに同じもの食べることができてんの初めてかも。去年とかここまでぐ同じもの食ってなかったと思うんだよな。パスタのルーまで。ペンネ 250g にミートソースじゃなくて、なんだっけ、あれです。はい。で、味噌汁、胸肉ワンブロック、これです。ということで、郵便局から帰ってきたんですけど、やっぱね、毎回毎回 T シャツとかパーカー送りすぎて、普通の人は1個2個なのに郵便物。俺の場合、もう何十個も送るからさ。
ちょっとそろそろ嫌がられてる気がするな。で、今日もね、また新たにプロテインを送るための箱、U パックの箱、28個くださいって言ったらそんなにありませんってなっちゃって、10個しかもらえなかったんだけど、個人で全部やるって大変だな。切られたくないけど、ごめんなさい。しょうがないんです。これはもうしょうがないから、ほんと、頑張ってください。郵便局さんって感じ。じゃあこれから、あれ行く。買い出し行きます。はい。これはもう買うしかないよな。あ、飲みてー。ああ、眠い。まだ俺は寝るわけにはいかないのだ。俺の体力を睡魔が蝕んでいく。くそ。飯食います。さっきのご飯で食えなかったペンネと、あと残した味噌汁と胸肉です。毎回食うもの同じです。お疲れ様です。今仕事終わりました。でね、今朝もお伝えしたんですけど、今日からだいたい12連休ぐらいになるんですかね、営業停止が決まりまして。で、その間のまあ固定費とか、まあたくさんいろいろあるんでね、もうその辺どうしようかなとかって、もう正直もう今めちゃくちゃ悩んでます。全然笑えないっす。最悪。もマジで12連休や。終えました。今日のね、YouTube の動画はかなり力が入りましたね。まあ、いつ上がるかわかんないけど、上がったらぜひ皆さん見てください。N さんに伝えたいっていう動画、届けたいっていう動画を撮りました。じゃあ、お楽しみに。もう一回買い出し行ってきます。おーい。ちょっとインスタとツイッターで僕の肝トークが炸裂してました。ご飯食べます。ご飯ともやしとピーマン、味噌汁、豚キムチ昨日ので、あと卵7個全部食っちゃうか。もうそう、おうまい、もう一杯。あのね、僕ね、Yes. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh yeah. Mm. はい、ということでお疲れ様でした。ちょっとね、さっきね、家トレしたんで体が張ってますね。ふう、疲れた。今頃ゴミ袋の先輩起きる時間じゃないかな。僕は寝るんだけどね、これから。ちょっとね、まあ、テレビというかネットを見てたらね、ちょっと嫌なニュース、ちょっとというかかなり嫌なニュースが飛んできたんですけど、外出自粛が延長されるかもっていうね、ニュースが出てきたんですよ。ぶっちゃけ言うとね、まあ、そんなの分かってたんですけどね。まあ、みんなもうすうすそんなこと感じてたと思うんだけど、本当に、果たして本当に5月6日で外出自粛が解かれるのかっていうね。まあそんなことないよね。そんなわけないでしょ。ありえないでしょ。そんなのね。伸びそうですね。ジムも多分5月6日じゃ開かないんじゃないかな。早くゴールドジム行きたいんだけどね。どうなっちゃうんだろうね。本当にさ、なんか言おうと思ってたんだけど忘れたわ。そろそろね、あったかくなってきてくれないかな。もう5月だよ。4月入ったと思ったらもう5月だよ。4月なんもなさすぎてね、外出自粛で外出れねえしさ。まあ、てな感じで、明日っていうか、まあ今日は早く起きて、いつも通り早く起きて、起きるように頑張って仕事とか進めていきたいなと思います。じゃあおやすみ。はい、おはようございます。ゴミ袋です。今日は営業停止してから1日目の休みです。先月子供生まれたんで、子育てにぼっとしようかなと思ってます。それにしても眠いっす。今ね、
朝の挨拶はハーガセブンにちょっと寄せてウォシュレットをしながら今日一日の予定を話すみたいな感じにしてたんですけど、動画撮ったことをいいことにウォシュレット止めてそのままケツ拭かずにトイレ出ちゃって、でなんかケツ冷たいなと思って、あ、そっか、俺ウォシュレットしたとケツ拭いてないわと思って、今あのケツ拭きに戻りました。来週あたりから、来週というか明日ぐらいか、25度とかで超えるみたいなんで、うちで寝ていた羽毛布団をコインランドリーに運びに行ってます。いや気持ちいいな、空気が。おそらほ、皆さんおはようございます。ちゃんと5時間ぐらいで起きれました。すごくいいことですね。今日は T シャツの梱包だったり、まあ、プロテインの配送っていうのを進めていこうと思います。で全く別件なんですけど昨日の夜ね、まあ、柔道関係のツイートをバン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 ってツイッター投稿してたらね、まあ、インスタにも投稿したんだけど、そしたら、まあ、60キロ級のね、まあ、オリンピック代表の高藤選手ってのがいるんですけど、まあ、ツイッターとかインスタ繋がってるんですけど、普通にコメント来たり、今朝ツイッター見たら感じは違うんだけど、羽賀さんっていう選手がいて、羽賀龍之介さんっていう方がいてね、コメント来てて、なんかビビってます今、どうしようって、もう柔道のツイート全部消したくなってる2人はね、やっぱもう僕世代じゃなくてもやっぱすごい選手なんだね。もう僕がもう小学校中学校高校大学時代とねいう時代からものすごい選手で見てきた人たちだから、ツイッターすげーってなってるSNS すげーってなってる、コメント し合ってるよ、繋がっちゃってるよってなっててね、めっちゃ興奮してます今これ俺の仕事部屋っすね。ちょっと今から作業しようと思います。はい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 、うんうん、なるほどね。あ、そういうことね。はいはいはい、あ、ようやく理解できたわ。ていうかようやく俺がやるべきことが分かったわ。なんだかんだちょっとね、スースー吸いね、吸いねじゃね、吸いねじゃなくてなんだっけ、二度寝しちゃいました。ペンね、250g 見とし、いやもう二度寝したって最初から言いたかったんだろうと思うけど、ずっと添い寝だと思ってて、その前にスースーって自分で言ってたから、添い寝も吸い寝って巣に引っ張られて言ってるし、でようやく二度寝を思い出すって、マジでこいつのボキャブラリーどうなってんだよ。ということで、ちょっとこれからね、銀行行ってきます。ちょっと財布にお金入ってないんで、ちょっと下ろしてこなきゃね。じゃあ、行ってきます。おっ、おい、こぼ！ということでね、まあ、昨日の夜からなんですけど、なんか家の中だと通信状況が最悪なんですよ。Wi-Fi つけようが切ろうが、携帯を再起動させようが、Wi-Fi を電源落として再起動させようが、まあ、YouTube とかそういうのは見れるんだけど、Google ドライブっていうアプリに動画を共有することはできないんだよね。送れないんだよね。Wi-Fi 切りながら送ってて、家の外に出ると急に送れるんだよ。そう、だから、外で作業するしかないんだよね。ちょっとお手上げなんだよね、マジ。ってことでちょっと、マイカーの中にいるんだけど、外で動画を送るしかないんだよね。ちょっと、困ったね。アップルサポートセンターにも電話しようと思ったんだけど、なんか今日祝日でもうやってねんだわ。はぁ、マジで勘弁してほしい。くそー、動画も送れないから仕事になんねえし、外出自粛で暇だし、もうどうしよう。もう本当に、本当に何もできないよ。本当にさ。なんで謎の通信障害で仕事にならないよ。くそー、くそくそー、仕事進まないし動画送れないし、ちょっと積もり募ってイライラするんで散歩行ってきます。
いやー、まだ、もう助けてくれよ。ご飯の準備整いました。ご飯とニンニクがたっぷりと効いてる入ってる野菜炒めと味噌汁と、あと今胸肉く茹で上がりましたんで、それ食べます。坊や良い子はねんねしな。ライベイベイベイ、今日肉全然食えてねえからさ、これから2ブロック食べます。お肉こんな感じで食べます。細かく裂いてメカブ2パック2ブロックなんでね、混ぜて、あとめんつゆかけました。美味しそうですね。俺160センチぐらいのさ、やんちゃなで甘えん坊な年下の弟が欲しい。弟は無理だから彼氏欲しいんだけど、やっぱりね、年下でやっぱ160センチ前後っていうのが僕好きなんだよね。でもやっぱ低身長フェッチなんだよね。今日の愛のメッセージ、ひょひょひょ、ちょ女王様、僕のスーパーインセクトデッキが負けるなんて、そんなバカな、遊戯っていうのもですね、まあこれは、依頼があってですね、まあ私には、まあ筋肉と虫と博士文さんのことが大好きな先輩がいますと。で、その先輩が夏から仕事を辞めて、まあ大学に入り直して、子供の頃の夢である、まあ虫の研究者を目指す大決断をしましたと。どうか先輩の背中を押す一言を書いてくださいみたいなことをメッセージいただいたんですよ。なんで、まあこんな感じで書いてみました。インセクター派が知ってるかな？ということで、お疲れ様でした。はい。パーカーとかのね、まあ、梱包が終わったんで、もうバッチグーですね。今日、配送します。登録者10万人突破プレゼントキャンペーンのプロテイン1キロも、今日発送します。さすがに28人分は今日1日で送りきれないんで、あとまあ、普通に郵便局のね、人たちの迷惑にもなっちゃいそうなんで、ちょっとずつ送っていきます。なんで、まあ、1週間ぐらいかかるかな。まあ、5月の最初の方には届くんじゃない？多分今頃ね、まあゴミ袋の先輩はおはようございます、仕事場に向かってるんじゃないかな、ベンツとかフェラーリあたりで。でね、今日の予定っていうかね、もうほんとね、なんだろうね、もうやっぱ自粛中はね、ほんとルーティンに変化がなくてね、本当はさ、ホモ劇場とかやりたいんですよ。でもね、あれはね、飯動画に撮っておきたいんだよね。じゃなきゃ飯動画ほんとやることなくなっちゃうから、だからルーティンはなるべくね、外出とかしてさ、変化させたいんだけど、なかなか外出もできないからさ、しかも外出自粛の緊急事態宣言の期間がまた伸びそうですね。まあ予想はできてたけどね。あ、まあこんなの、まあ最初から予想できてたけど、やっぱりかって感じです。まあこれで海行けるんだったらいいじゃん。うん、海行きたいよ。海行けるんだったらもう自粛しますよ。ってな感じかな。ぐだぐだ言っちゃうのは長くなっちゃうから、寝ます。じゃあまた4時間後ぐらいに会いましょう。じゃあね、バイバイ。